MRI ボイス、こんにちは、サシャです。この番組は MRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回お話を伺うのは MRI セキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀之さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。藤井さんは2017年に野村総合研究所に中途入社、同年 MRI セキュアテクノロジーズ株式会社に出向されました。主に国内外の個人情報保護、そしてプライバシー関連制度を専門にセキュリティコンサルティング、そして調査業務に従事されています。今回のシリーズでは DX 時代のプライバシー保護をテーマにお話を伺っているんですが、藤井さん今回は何でしょうか。はい、今回は子どものプライバシー保護です。私も子供がいるんで、気になるテーマでもあるんですけど、今回のテーマ子供のプライバシー保護、子供もね、まあ言葉覚える前にタブレットで操作する方を覚えてますからね、うちの子とか見ても、だから子供のプライバシーっていうのはそれだけ、大事になってくるのかなというところですが、いかがでしょう。そうですね、やはり大人が使っているようなサービスっていうのに簡単にアクセスできてしまっていて、はい、これまでであればその親の承認、承諾を得て使えるっていう形が一般的でしたけれども、そういったものをこうスルーする形で子どもが直接使っちゃってるというようなのが非常に増えてきていると、はい、でそれによって子どものこう情報が自身のあんまり判断できないような形で、情報を入れちゃってそれが使われたり拡散されてしまったりするというのが、非常に問題になっていまして、例えば SNS 系とかでも TikTok とか、はい、Instagram とかっていう中でも問題になった事案っていうのもありますし、オンラインゲームのフォートナイトっていうので、非常にいろんな小さい子どもとかもやってるゲームになりますけれども、はい、そういったところでも、やはり問題になったりとかっていうところで、非常にそういった子どものプライバシーをどうやって守るのかっていうのが、最近特に問題になっているところになります。そのプライバシーに関する問題でいうとどういうことが問題になるんですか。一番の問題はその子どもの、情報っていうものをきちんと取得するときには、サービスの設計とかにおいてもその子ども向けに、子どもが分かるような形で表示するようにするだとか、そういった特別な設計といいますかデザインみたいなのをしないといけないっていうのが、いろんな法律とか個人情報関連の各国の法律とかでも規定されてたりするんですけれども、名前をみんなに教えるよとか書いてなきゃいけないとか、はい、そういうことですか。はい、で、あるいはそういう場合には親の承諾得ないといけないとか、親にちゃんと承認取ってるかどうかっていう、そういったところをきちんと設計していかないといけないんですけれども、そういったところが十分にできてないというところが一つ問題というふうに言われてますね。なるほどね。だって子供はなんか名前を教えてくれたら特別なこの券をあげるよとか言われたらイエスってやるよね。そうなんですよ、ね、絶対にやっちゃいますよね、はい、だけどそれ親からしてみるといやダメダメダメっていうところがあるわけですよね。そうなんですね。だからその購入っていうのもその親がもう事前にそのクレジットカード情報とかなんか一度入れてたら、もうなんかそれが自動的に決済されてしまって、また子供それで9800円取られたことあります、はい、そうですよね、場合によってはその都度入れないと決済できないような仕様にしないといけないとかあるんですけれども、そういったところまできちんと考えて設計されていないと、その子どもの情報、プライバシー保護という観点でも問題ですし、やはりその子どもの情報が一番問題なのはその若いうちのこう情報っていうのがずっとデジタルタトゥーというような形で残り続けてしまうと。君5歳の時こうだったよねみたいなことがずっと残ってしまう、そうした時に取り返しがつかないっていうところの、やはりそこの問題っていうのが非常に多いので、普通の大人以上にその子どものプライバシーをどうやって守るのかっていうのは、非常に慎重にといいますか、その規制としてもやはり厳しくしておかないといけないと。しかも本人がまだ分からないうちのことだと、本人の意図をせずにそういうなんか悪評みたいなのが一生ついて回るっていう可能性はないとは言えませんもんね、よく若気の至り的な形で、リアルな 若すぎる至りですけどね、っていうような形で、やったことが、後々ずっと残ってしまって、それによって、なんかいじめにあったりだとか、
何かこう将来的に就職できないとか、うん、そういうような形で残り続けてしまうと、まあ、やはりその人の、に与えるこう人権的な影響っていうのも非常に大きいので、うん、まあ、そういう意味で、まあ、子どものプライバシーが重要だっていうのが今改めていろんなところで言われているというところになります。すごくおっしゃる意味が分かりました。ちょっとサービスごとに見ていきたいと思うんですけど、例えば、まあ、よく若者たちが使う TikTok、 どんな問題があったんでしょうか。あの2023年の4月に、はい、あのイギリスで問題になった事案なんですけれども、はい、そのイギリスの、まあ、個人情報保護法と言われている、まあ、法律に、はい、まあ、違反をしていたというところで、うん、1270万ポンドという金額の、まあ、制裁金が、まあ、課されたという事案が20億ぐらいですか。そうですね、うん、はい、まあ、結構高額な制裁金です、はい、うん、でこれはですね、あのイギリスのこの法律上はその13歳未満の子どもが使う場合には、はい、まあ、親の同意を得ないと、まあ、使えないっていうのがあるんですけども、うん、まあ、その同意を取得していなかった、あ、はい、だとか、その子ども向けにですね、適切なこう個人データを使うに必要な説明画面みたいなのっていうのを、まあ、十分提供していなかっただとか、そういう意味での配慮がなされていなかったというところで、まあ、こういったような制裁が課されたという事案があります。親の同意がなくても使えるようになってしまっていたということが、その、まあ、日本円にすると、まあ、およそですけど20億円ぐらいの制裁金になってしまった、はい、インスタグラムでは例えば事例ってあるんでしょうか。はい、こちらはあの欧州 の GDPR に違反した事例というところになるんですけれども、はい、まあ、アイルランドで、はい、2022年の9月の、事案なんですけれども、こちら その保護当局といいますか規制当局から、はい、まあ、罰則が受けたというところで、まあ、4億5000万ユーロの制裁金が課されたと。今ぐらい この収録時点のレートでいうと700億円ぐらいに近いですよね。そうなんですね、はい、結構な金額ですね、はい、やはりこの子どもの関連っていうのがちゃんとやっていないと罰則としても非常に大きいというところで、これはその子どもを含むそのユーザーのアカウントがまあ公開されてしまってたと、自動で鍵付きになってなかった、はいはい、うん、子どもとかの場合にはデフォルトで設定のままだと公開になってしまってたというところで、うん、まあ、外部から子どもの情報がもう誰でも見れるようになってしまってたと。基本が鍵付きになってて公開したい人だけするようなシステムだったら問題なかったんですね。はい、そうですね。で、まあ、そういったあのことについて、うん、まあ、きちんとその情報提供とかっていうのもされてなくて、はい、あのそれを対応するみたいなこともあのできるような仕組みにはなってなかったっていうのは一時期、うん、あのあって、まあ、すぐにあの修正はされたんですけれども、はい、まあ、そういったようなことによって、まあ、結構高額な罰則がかかったというものになります。そしてフォートナイト、まあ、フォートナイトはあのいろんなでデバイスでできるオンラインのゲーム、まあ、うちの子供もやってるんでよくわかるんですけど、これはまた SNS とはちょっと違いますけれども、このフォートナイトでもプライバシー違反みたいな事例っていうのはあったんですか。はい、そうですね、こちらのアメリカ あの規制当局からまあ指摘を受けたというところになりますが、はい、その2億7500万ドルの罰則、これも400億円ぐらいですかね、はい、まあ、ちょっと聞いてるときによってレートは違うかもしれませんけども、はいはい、そうですね、といったのをまあ支払うようにというような形になっていたというところで、うん、まあ、やはりこれも一つあの結構重大な違反だというふうに一時期注目を集めたと、はい、これ何があったんですか。これもですね、やはりその親の同意っていうのを、うん、まあ、きちんと得ていなくて、その子どもの情報というのを勝手に収集していたというところで、まあ、子どもの情報を登録してもらって、はい、その何歳以下とかの場合にはあの親の同意を得ないといけないんですけど、はい、まあ、それを同意を取ったのかどうかっていうのがあの明確に分からないような形になっていたと。いうのもありますし、あの子ども同士でこうボイスチャットというか、そうですね、いったのもできるようなこともあるんですけど、できますよね。まあ、場合によってはそこの中でいじめというか、わかります、まあ、ちょっとこう特定の人に対してすごくこう厳しいことを言ったりとかっていうのも、はい、うん、僕も横でそれ目撃したことありますね、はい、自分の子どもに対してもそうだし、その何人かでやってると自分の子どもだけじゃなくて向こう側で言ってるようなのを耳にして、ちょっとそれはひどいなと思ってやめなさいといったこともありますけどね。そうですね、はい、なんでまあそういったことに対して何か保護するようなものっていうのをまあ提供していなかったりだとか、
あとそのアイテム課金っていうところで、まあそうですね、このいい武器みたいなものをそうなんですよ、あのお金払うと買えるっていうのがそうなんですよ、いろんなキャラクターのものとかね、子供とか何でも欲しがっちゃう、いやもう全部欲しがっちゃうんですよ、はい、はい、わかります、はい、っていうところも、まあ、あるんですけども、そこも子供の購買意欲も含めてこう、うん、高めるようなこうデザインになっていて、すぐワンクリックで買えちゃうみたいな、はい、形になっているというところで、これはあのダークパターンの問題というふうにも言われてましたが、そういったようなそのユーザーに不利益を及ぼすような選択をさせるような仕組みになってて、しかも子どもがそれさせているというところで、まあ非常に問題視されていたというところで、まあアイテム画面のこう購入ボタンがその通常時と違う、なんかいつも使うようなボタンで購入できるようにしているとか、なるほどね、購入しますかってい う, こうワンステップこう説明画面挟むのを挟まずにこうワンクリックでも変えちゃったりとか、変えちゃってるっていうね、うん、そういったあのようなまあデザインにしていくことで、まあ子どもに対するまあ考慮っていうのが十分なされていないというところで、まあ厳密にはあの個人情報法とまあプライバシーとは少し外れるところになる観点として、あの別のイシューとしてこういったダークパターンの問題は言われてるんですけれども、うん、あのこういった子どもに対する配慮がなされていないというところでは、はい、まあ、よく議論されている、はい、トピックかなと思います、まあ、そういう意味ではあのゲームうちも結構やるんですけど、まあ、任天堂のスイッチとかはその辺はすごい配慮されてるなっていう気は比較するとね、はい、しますね、うん、だいぶ親の同意がないと勝手には買えないみたいな、はい、あとクレジットカードの情報も保存されないとか、はい、特に子どもとかのことを考えたりすると、そういう情報を取得するためのユーザーデザインというんですかね、ユーザーインターフェースとしての設計をどうするのかっていうのも、うん、昨今のこういう個人情報法とかプライバシーの問題に語るにあたっては非常に重要な論点になってきていると、うん、こういうのって再発を防ぐ取り組みっていうのは行われてるんですか、まあ、まあもちろん制裁を取られた側は同じ金額当然取られたくないだろうから改善はするんでしょうけど、どうでしょうか。そうですね、特にこの2023年以降ですね、その、まあ、特に海外中心にこういったその子ども向けの、うん、サービス提供する事業者に対して、まあ、義務付ける法律、うん、法規制だったり事業者向けのガイドラインみたいなのを、出してるっていうのは、ありまして、あのアメリカのカリフォルニア州などではカリフォルニア年齢適正デザイン行動法と、いうような、あのその年齢に応じた適正なデザインをするっていうのを義務付ける法律ができたり、イギリスではフォートナイトのようなこうゲーム設計にあたってはそのゲームデザイナー向けの諸注意みたいなのをまとめたのを政府として出して、そういったのをちゃんと個人情報保護含めてやってくださいといったようなガイドラインみたいなのも出てたりしますので、そういったような形で子どものプライバシーとかっていうのを守るような観点で、まあ、既存の規制に追加してこういうのを守ってくださいねっていうのを出してきているっていうのは徐々にあのいろんなところで出てきているかなと思います。まあ、事業者はその子どもに物を提供するとき、サービス提供するとき、より気をつけなきゃいけないということは分かりました。これ、ユーザー側でいうと、子どもがいる親として、こういった被害に遭わないために、ね、まあ、今後も新しいサービスが出てくる可能性あるわけですから、なんかその注意しておくところってありますか、もしくはこうしておくといいみたいな。そうですね、まあ、やはりその子ども向けの設定みたいなのに、どういうふうな設定になっているのかっていったところは、やはり確認はするっていうのが、一つ重要になってくるのかなと。まあ、初めてアプリとかを使うときに一緒に使うっていうのも大事かもしれないです ね, ですね、なんかダウンロードして、 いいよはいっつって使ってるとこ全く見ないって結構自分の反省も含めて言いますけど、結構やらせてしまってることって結構あるなと思うんですよね。そうですね、まあ、やはりその初期設定がどうなってるのかっていうのは結構デフォルトで公開設定になってるだとか、デフォルトで何かその購入ボタンっていうのがまあワンクリックで購入できるようになってるだとか、まあ、そういったような初期設定として結構不十分な観点になっているっていうのが、まあ、アプリによってはあったりしますので、うん、そういったところがまあちゃんと適正になっているのかっていうのは、うん、まあ、親も一緒になって確認をして、一緒に子どもとこう使い方を学びながらといいますか、うん、やりながら、まあ、チェックしながら、チェックしながら、なるほど、はい、ということで、まあ、これはねアプリはまあ次から次へと出てきたりとかサービスも出てきたりするんで、もちろんルール自体はどんどん厳しくなっていくとは思うんですけれどもね、大丈夫だろうと思わないことは重要かもしれませんね。今回は子どものプライバシー保護についてお話を伺ってまいりました。次回は4回目なんで、このシリーズの最終回ということになるんですが、今まさに注目されている AI ですよね。 AI のプライバシー保護についてお話を伺っていきたいと思います。藤井さん、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
NRI ボイス。この番組はアップルや Google などのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI ボイスで検索してチェックしてください。最終回も引き続き NRI セキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀幸さんにお話を伺います。ナビゲーターはサシャでした。